はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2017マイライフやっていきたいと思います。日本シリーズですね。相手は西武ライオンズになります。まあ、現実はねちょっと、広島日本シリーズに出れなくて残念ですけれども、まあ、マイライフの方ではね、日本一目指してやっていきたいと思います。で、昼間がフリーで夜が試合で、かつ先発なんで、どうしようか。ゆっくりする？ゆっくりデートをする？余裕すぎだろしかも今日俺登板日だよね。あれなんだっけ忙しいので後でかけ直しますとかサナちゃんマジふざけんなこいつ。なりきりでいきましょう。サクスペの方もねそこまで強くはなかったですからね。で、自分が先発の時は奥井が外野で出てるので、あ、そっかそっかそっか、ピッチャーは俺だから OK。 まあ、やっぱりね石原さんのねキャッチャー B っていうところにすげえ助けられてると思うんですよね。クライマックスシリーズを勝ち抜いた両チーム、今日から日本一をかけ激突です。西武プリンスドームです。埼玉西武ライオンズ対広島東洋カープ、日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。日本一をかけた最後の戦いが幕を開けます。スターティングオーダー、まあ練習は別にしなくていいんで、3ボールの1ストライクか。ちょっとこれストライク欲しいね。セーフティーバントだ。取った。一塁送球、よいしょ。これでワンアウト、ランナーありません。あれ今なんでセーフティーバントしてきたの謎なんだけど。スライダー空振り三振。バッターは3番浅村。2ストライクを取ってるんでフォークで決めましょう。見逃しの三振。最後は見逃し三振に仕留めました。第1打席目、自分で点を取る菊池。あ、菊池雄星って書いてあったよね。そういえば名前だけは聞いたことある。158キロ出るんだ。高めボール球打った。ボール球だったか今のは。スライダー5か、かなり曲がるね。カウント1ボール2ストライク。脱三振リリースか。うおー際どいストライク入ったかと思った今。ボール2ストライクです。よしライナー破った。いけるかこれ。二塁走れ。塁俺足どうだったっけオッケーオッケー、二塁だ。チャンスを作って、無理だったか。2回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。また2ストライクを取ってるけど1球外そう。これはおおいいね。秋山とかめちゃ強かったな。フルカウントだからこれはやっぱりジャイロボールで決めていかないとね。ジャイロボールってどういう回転してた今。三振男、これは普通に1球外すでしょう。これは完全なボール球からのフォーク。うわ、ちょっと待って今のは、こういう風にさ微妙な距離だったらね自分で踏んだ方がいいのか、それともベースカバーに投げるのか判断が難しいね。かっこいいね獅子の大砲って。パワー A か。ただねミートがね E だからね。しかも三振持ってるし。よーし、おーいストレートのフォアボールになる可能性があるな。これはねしょうがない。またフルカウントか。やばい、ジャイロボールはねすんげえコントロール乱れるんだよね。これはどうする。まあ、1球外しておきましょう。もう1球ちょっとフォークを落として外しとく入ったか。でもこの回ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、やばいな、かなりの投手戦になってるね。攻撃になります。先頭バッターは浅村。投げた。浅村 BB か。かなり強い。これで追い込みました。投げました。打ちました。あ、これは切れていきます。外そう。外に。投げました。もうカウントはワンボール。もう一球ちょっとスライダーを外そう。外角高め。スライダーは外れ。からのカウントはツーボールツーストライク。フォーク。うわ、持ってかれた。取れるか、取れないか。ノーアウトだからね。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。
バッター恐怖の核弾頭、やばい、これはやばいぞ。第1打席はスイングアウト。第2球、いやでも勝負していかないと。ボール見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第4球が割と減ってる気がするな。打ちました、ファールボール。さあ、なるべく高めの棒でね、空振りを取りたいんだけど、切れていきます、ファール。第6球をめっちゃ振ってくるな。ボール、カウントは2ボール2ストライク。投げました、打ちました、ライナー、無理か、これはボールは中継、かなりやばい。を見せました、カープ先制のピンチを迎えます。さあ、この大事な場面、軍配はどちらに上がるか。ターニングポイント。さあ、4球目、しかし追い込んでる。 OK、 バッターは指名打者山川。ここからは下位打線だ、なんとか抑えたい。追い込んでる。とはいえパワー P あんのか。ショートバウンド取った、よし、ナイス、軽快な守備を見せました。 OK、 ピンチをしのいだ。スリーアウトチェンジ。ショート真正面からの菊池さん、やりました、いいね。そのまま勢いをつけたいところ。 OK OK、 5回の表、そして俺がまた自ら点を取る。投げた、どうよ、最高の流れじゃないか。一直線、入った入った、ホームラン、先制ホームラン、宇宙間スタンドに突き刺さった、見事に初球を捉えました。自らを援護する一発が飛び出しました。くらえ、いや、いいね。お、点を取ってくれた。5回の裏、2点を追いかけます。ライオンフルカウント。バッターは落とそう。こういうのってさ、あいつ絶対フルカウントになったら落としてくるよねみたいな、読まれちゃうのかな。バッターは8番栗山。最初のバッターボックスは絶好調だね。第3球をちょっとボールが先行してるか。内角に送ってストライク。伸びのあるストレート。投げた。低めの球空振り。次は5球目。高めに決める。見逃し三振。バッター、バントの名手、住谷。投げた。アウトローを見送ってストライク。まずは決めてきました。中島とかも持ってんだ。投げました。フォークボール見送ってストライク。これで追い込みました。振れ。投げました。一つ外して、さすがに振ってこないか。慎重に攻めてきます。カウント1ボール2ストライク。空振り三振。よーし。ボール球で仕留めました。一回ね、ピンチを迎えたけど。それ以降は大丈夫。ライオンズ、この回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターは金子。今日はピッチャーゴロとフォアボール。お、振ってくれた。今の振ってくれたのはでかいな。投げました。高め、ジャイロボール見送ってボール。これは単純だからね。高めと低めと内角と外角をこう順番に投げていくだけだから。投げました、ボール。内角高め。投球術とか全然わかんないからね。まあ、ゲームだからさ、その浦賀くんが言ってたその目が遠のこうのみたいなのはさ、多分ないと思うんだよね。左バッターボクサーには源田。ここまで2打席連続三振。投げました、打ちました。これは取れる。俺俺取りました。 OK、 これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番浅村。投げた、空振り。浅村も強いね本当に。第3球を投げた、流し打ち、ファースト右への打球。OK、エルドレッド、そのままベースを踏んで3アウト。この回ピシャッと3人で抑えています。お、また俺からだ。中盤まで終了しました。てかさ、鈴木さん6番まで下げられてるんだ。ゲームはこれから終盤に入ります。第9投げた、ボール。スライダー曲がるね。尻上がり持ってるからか。あ、待って、高め振ってしまった。これは内野へのフライダー、掴みました。やられた。7回の裏、ライオンズ、秋山は本当に怖いね。バッターは恐怖の核弾頭、秋山。恐怖の核弾頭さ、何人いるのこの9回に。ここまで2打席連続三振。投げた、メヒアもパワー A か。お願いします。アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH、 スタミナはでもなんだかんだ言って大丈夫か。ショートへの検索だ。さあ、今は5球目、三振男、振ってくれ。おお、無理やり振ってきた。3アウトチェンジ。この回きっちりと3人で抑えています。いやでもさ、こっちもヒット4本しか出てないからね。うまく点につなげられたところが良かったかな。ほいっと、これでワンアウト、ランナーはありません。おお、このさ、スリーボールからっていうのがね、すげえ嫌なんだよね。こういうのってどうした方がいいの。やっぱりストライク取りに行かないとダメかな。際どいとこで、これでも大丈夫でしょ。ナイス送り。エラーしたらマジぶっ飛ばすからなあいつ。
さあ5球目、割り割りエラーしちまったよみたいな。アウトコース低め、空振り三振、三振に切って取りました。この回も三者凡退に。さあこれは最後締めましょう。1番からの方打順になります。スタミナもいい感じで残ってるし、形を作りたい。投球は3球目、投げました、決まってストライク。さて球外すか。投げました、外れた、ボール、カウントは2ボール2ストライク。投げました、打った、ああ打たれた、やばい。これは2塁打まではいかないか。左バッターボックスは今源田、今日はここまで3打数のちょっとまずいね。やばいな、これは本当にやばい。ワップで失投してきた。ランナーを進められてしまいました。金子とか足速いじゃん今見たら。うわーこれは確実に今すげーずれてたよね。フォークでいこう。これはうわーやばいやばいやばい、あぶねー。もう野球は何が起こるかわからないからな。ピッチャーに多く球数を投げさせています。すげー粘ってくる。よーし、低めの変化球でスイングアウトを取りました。いやー辛い戦いだ。スタンドからはなんとか長打をと期待をかけ、2点取ってあるのがでかいよな。チャンス B だしこいつ。打ち上げたよねこれ。うわマジか、無理か、1点取られた。ライオンズ1点返しました。浅村タイムリー。いやまだ大丈夫。ライオンズダイソー、おおダイソー、しかもまた秋山か。こういう時にやばいな。さよならはやだ、危ね危ね危ね、怖いマジでこいつ。追い込んでから第4球を、危ない球。よしこれでジャイロボールを低めに決めれば打ちました。これはゲッツ、大丈夫でしょう。ゲッツお願いします。無理か、一塁はセーフ、ダブルプレーなりません。さて秋山もただ早いね。よしこれは打ち上げたでしょう。あーおっと危ない危ない危ない危ね、マッチ危ね。最後シリーズ第一戦を見事制しました。まあ、とりあえず勝てたね。よかったよかった。1点入れてくれた人誰だろう。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように2対1か僅差で勝利し、まあ、4安打とはいえかなり厳しい戦いだったね。こっちも何本打った、ヒット4本4本だからね。いやーいきなりの投手戦だったね。ちょっと見てみよう。石原さんが奥井が出て石原さんが返したっていう感じか。奥井よくやった。奥井と一緒にお立ち台に立ちたかったけど、14奪三振もしたんだ。いや今日は本当に疲れた。球速が上がった、やった完投勝利。完封はできなかったね、さすがに。で今日はさすがにね、寝ないと。で西武戦、これは2回西武ドームで戦ってそこから戻るのかな。まあ、今日は野手のはずなんで、まあ、この時はねだいたい奥井は出れないんで。あでも DH、 そうかそうかそうか、 DH 制になるのか。なんだっけ、なんか前回のマイライフで教えてもらった気がするけど、パリーグの本拠地の時は DH 制になるんだっけ。西武プリンスドームです。あれ俺何番だった、そういえば1回の裏、あんまり見てないな。トップが打ちました、三遊間の当たり。おこれはアウト、おお見事。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番源田、投げました、打ったい当たりだ。ボールはライナーです、取りました。これで2アウト、ランナーありません。ちょっとここのね打線も怖いからね本当に。これもお願いします。掴んでこれで3アウトになります。ジョンソン三者凡退に抑えています。あ俺5番か、4番がエルドレッド、で6番に鈴木さんか。0対0で迎える2回です。第9、なんかすげえすげえ投球フォームだな。インロー、ボール、大きく外れました。第2球投球フォームこんなんで投げやすいのか。見送ってボール、カウンター2ボール、まあでも投げやすいんだろうね。第3球を投げました、決まったストライク。ちょっとスライダー見よう、1球。第4球をこれはアーシット、カウントは3ボール1ストライク。
フォアボールを狙うか、それともやっぱり打っていくか、ストライクを取りに来たところを膝元外れてフォアボール。2回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。この回の先頭、3ボールからフォアボール。フォアボール、ジョンソン、ストレートのフォアボールを与えます。おお、大丈夫か、ジョンソン。外れてフォアボール。これやばくないか。ストレートのフォアボール。ランナー2人を置いて迎えるバッターは中村。これはインフィールドフライ。これでワンアウト。ランナーは1塁2塁変わりません。ちょっとボールが多いよ。ちょっとピンチだね。あーやばい、お本塁刺した、よしナイス、おーすげー、この判断とかもね。まあでもこれは本塁投げるか普通に。いやーお見事、ピンチを乗り切ったね。またダブルプレーでピンチをしのぎます。このピンチをしのいだのはマジでかい。ライオンズこの回のてかまだうちも1本もヒット打ってないんだけど。先頭バッターはクリア、結局フォアボール。先頭バッター、ジョンソン、ちょっとさ制球が乱れてるよ今日。ピッチャーが左へ転がした、ピッチャーから1塁送球、アウト、ランナー2塁に進みました。まあ、やっぱりねこういう試合はね、まず1点取るのが大切だからね、ちょっとお願いしますこれで俺の守備範囲ってどうなの、あんまり広くない気がするんだけど。第6球を投げた、打ちました。あーこれはでもどうだ、取れる、よしよしよし。うん、完全に打ち上げてるね。カープこの回ワンアウト二塁のピンチ。お、点取った、すげえ。リードで誰かホームラン打ってくれたのかな。第一打席はフォアボール。ボール、これは完全なボール球。ここで追加点を取っておきたい。投げた。どうだ、行くか、さらに伸びていく、行かなかったか。ナイスバッティングです。二塁まで走れたかな。このさアングルだとさよくわかんないんだよね。お、すげえすげえすげえ。4回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。これはかなり楽になったでしょう、ジョンソンも打ちました。打球は三遊間へアウト。おー、これでワンアウト。あの距離をねファーストまで投げないといけないからね。外、空振り三振。よしよしよし、乗ってきたね。中村、第1打席はショートフライ。おお、いいねいいねいいね、乗ってきたよ完全。ジョンソンがやはり4点取れたのはでかかったな。4回までが終了しまして、あれとはいえさ1本しかヒット打たれてないのか。第9球、ちょっとはっきりしたボール球、変わったね野田に。第2球投げた、あーっとこれはちょっと打ち上げたかな。取りました、ランナー3塁へスタートを切った。カープなおもチャンスが続いています。うん、点は取れなかった。5回の裏、これからライオンズ、だからやっぱりフォアボールで先頭バッターは指名出してたんだよ、ルイに。セカンドから一塁送球、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターバントの名手住谷、打ちました。あーこれはどうだ、フェアか。バッターランナー一塁、キャッパス蹴って二塁へ、住谷ツーベースヒットを放ちました。まあただここのピンチをしのげば、バッターは9番クリア。1点は別にねいいと思うんだよね、もう4点入ってるから。見逃し三振。バッターはトップに返って金子、第2球投げた、打った。これも大丈夫でしょう、正面だね。取りました、これで3アウト。いやー俺のところには飛んでこないね。今回はレフトの守備機会が多い気がする。ライオンズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは源田、打ちました。フラフラ、これもファースト取れるかな。点で構えます、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは今日ストライクから秋山、3球で仕留めるか。打ちました、田中ダイレクトでボールを掴んでアウト、2アウト。打ちました、いい当たり。あ、来た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 、見づらい見づらい見づらいもう本当やだ。ジョンソン三者凡退、無得点に抑えています。おお、ヒット本当に少ないね、2本だよ。7回の裏、ライオンズラッキーセブン、でまた3ボール与えてると。あーこれは取れるか、無理か、飛びつく場面でもないからね。4点差があるし、あっこれゲッツいける、 OK。 ボールが先行するってことはさ、球数投げてるってことだもんね。またまた3ボール、打ったショート右へのゴロ、田中自らベースを踏んで3アウト。結局一塁、何球投げてんの今。7回の裏、
さて第4打席、ここはもうもちろん一発を狙っていきましょう。フォーク第2球、2球で空振り、バッター外に行ったか、スライダー。第3球は奪三振持ちか、これは打ちました、右中間へ持っていきましたが、今一つ伸びが足りないね。ライオンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。今日はフォアボールが1でヒットが1って感じかな。もうさすがに回ってこないでしょう。ジョンソン取ってアウト、これでワンアウト、ランナーありません。投げ切るかジョンソン、投げました、打った、これも、まあ、フライで大丈夫だよね。レフト取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番、若干スタミナが切れ始めてる気がするけど、もう1回分くらいだったらね持ちそうな気がするんだよね。いやでも3安打だからね、すげえよ。でもまたさ、3ボールって、おお。ジョンソンストレートのフォアボールを与えます。さあ次の投球、打ちました、あこれは取ってもらおう、お願いします。掴みました、だからさ、ボールが多いからさ、ジョンソンスタミナ切れるんだよ。第3球打ちました、三遊間、阿部ボールを掴んだ、サードから大丈夫と。アウト、今セカンドは間に合わなかったか、スタミナ切れたね。ブレイシア、あれ超珍しくね、全然聞かない名前なんだけど。第3球を投げました、打ちました、あーこれはいきなりマジかいきなり打たれやがった。4対2、いやまだ大丈夫。でもブレイシア、ここは踏ん張れませんでした。いやー持ってかれたね。かピッチャーを変えてきました。ブレバッターは指名打者山川。毎回こう9回でさ苦戦するよね。底力を見せてくる。日本シリーズ第2戦を見事制しました。ジョンソンね、確かにすごかったけど、ボールがね多すぎるよ。結果良ければ全てよしって感じなのかな、プロ野球は。ボールが多くないかって、攻められないのかね。打ってほしかった、ごめんなさい、結果が全てだ。プロ野球は結果が全てです。で日本シリーズは4勝だよね、勝たなきゃいけないの。今日移動するってことは広島に戻ってきたと。まあフリーはフリーだけど、もうサナちゃんとかね、人すぎるからね、寝よう。今は野球に集中しよう、もう女にうつつを抜かしている場合ではない。昼間がフリー、汗を流すか、奥糸練習しよう。で、西武戦ですね。できればね、もうこのまま4立てでホームで決めたい。野村さん好調なのがいいね。まあいつものオーダーかな。ファーストのエルドレッドが多いね。ちょっと新井さんはもうお疲れなのかな。若いもんに任せようっていう。マツダズームズームスタジアム広島です。まずは1回の表、トップバッターは金子、打った、これは大丈夫、取った、一塁送球アウト、これで確かね、田中さんはね、そんなに肩がね良くなかったと思うんですよね。守備はね高かったけど、ショートから一塁送球アウト、 D だったような気がするんだよね、肩。ショートはねやっぱり C 欲しいよね。いやさすが野村さん、さすがっす。か立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。バッターはマジ強いよなこいつも。あ、来た来た来た、取れるか、無理だな、ヒットになります。飛びつく場面でもなかったし。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。投げました、流し打ち、あー抜けたか、マジか。3塁まで走った、うおーすげえ、超かっこいい。リプレイ出ないかな、出ないか。いやすごいわ本当に。低めの変化球でスイングアウトを取りました。広島のね肩もみんな強いからね。取ってこれで3アウトチェンジ。
2回の表が終わってライオンズ無得点で終了。ほんと鈴木さんレーザービーム持ってたよね確か。いやあれちょっとね編集でさあの返球だけちょっとくっつけようか。それほどかっこよかったよ。宇宙間へのフライですが取りました。ランナーはありません。だってあれ刺したのマジでかかったよ。3回の表リードされてる恐れすらあったからね。バッター、バントの名手、直球、フォアボールか。外れた、フォアボール。いきなりフォアボールを与えてしまいました。1点を確実にもぎ取りに来たね。転がした。アウト。ランナー2塁に進みました。カープ先制のピンチを迎えます。見逃し三振。OKOK、さすが。さあ先制のピンチで迎えるバッターは源田。最初のバッターボックス打ちました。これは取れる？無理か。隅谷、3塁回った。いやこれはさすがにさせないよ。1対0。さあ2アウトランナー2塁という場面で源田とか足速っ。打ちました。でもこれは大丈夫だね。よしとりあえず1点だったらね、まあまあまあって感じだから。下位打線からはちょっと無理だったか、つなげられなかったね。バッターは恐怖の核弾と秋山。ただ4回を無失点に抑えればと思ったけど、秋山いいバッティングを見せました。いやさすがに強いわ。バッターは5番メヒア。ライオンさ強いね打撃面が。これは大丈夫でしょ。さすがにもう俺足止めてるけどさ、これでワンアウトランナーは1塁。カバーに入れよって感じだよね。第5球投げたストレート。わあフォアボールか。バッターは7番またちょっとやばいね。ライトフライに倒れて、オッケー。ストライク、空振り三振。バッターは8番。サークルチェンジだから緩急をつけてんだな。これは菊さん大丈夫だね。取りました。これで3アウト。よしこっからだ、こっから反撃しよう。ピンチでしたがここはよし回ってきた。チャンス、ワンアウト。最悪犠牲フライだよな。強振で打ってこう。4球種持ってんのかよこいつ。コントロールへ、球速が遅い。完全に変化球だな。おお、ストレート遅いねやっぱり。ちょっと一瞬ためらう。全力ストレートであの速さか。おら、いやーちょっと待って、ストレートが遅いよ。次は5球目。その割にはストレートで攻めてくんね。第6球を投げました。いやちょっと待って、チェンジアップがアップんね。投球これから7球目。あーこれは最悪だ。しまった、これ絶対怒られる。3アウトチェンジ、アンダースロー。なるほど、そういうことか。さゲームだとさ、アンダースローもさ、オーバースローもあんま変わらないと思うんだよね。球速が全てのような気がするんだけど、まあ、実際だったらさ、アンダースローとか球速遅くてもさ、めっちゃ打ちづらいと思うんだけど。投げました、打ちました。一二塁間の打球、これはでも大丈夫でしょう。おお、なんか大丈夫だった今。体勢があんまりよろしくなかったんだけど。投げました、打ちました。これは取れる？いや鈴木さんさすが。野村この回シャット3人で抑えています。いやまだなんだかんだででもね1点しかね取られてないからね、踏ん張ってるよ野村さん。援護したいね。フォアボールか。いきなり歩かせてしまいました。投げました、流し打ち、レフトへの当たり、ヒット。これさ今日猛打賞じゃん。秋山ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。秋山とかマジやばいわ。バッターは5番メヒア。第3球を投げました、打ちました。三遊間、これは三遊間、ショートから二塁送球、ゲッツ。よし、アウト、ダブルプレイ。バッターは犠牲フライがなくなっただけでもでかい。今日は三振とフォアボール。オーケー、低めの変化球でスイングアウトを取りました。カープこの回2アウト3塁。いやいい試合だよ。でも本当にさすが日本シリーズっていう感じ。試合は終盤7回に入ります。ちょっとボールが先行してるね。ライトフライと三振、膝元外れて。これもう先頭バッターを歩かせちゃってるよ野村さん。あこれこれこれ、センターへのフライだ。ちょ待って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 、危ねえ危ねえ。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。もう不安だろうな野村さん。やっべセンターに飛んじゃったみたいな。サード取ったでクラクラしてさ、あいつ本当マジ危ねえよっていう。ああダイソーも出してきたね。
今日元気のやはり追加点は欲しいもんね。7回だし。ああやばい。2対0か。7回で2対0は厳しいね。リリーフバッターは2番源田。今日はここまで3打数1安打。これ以上はちょっとやれないよ。よし、次回ってくるかな。回ってくるね。丸さんかエルドレッドさんが出てくれれば。お打ったね。さらにここから俺がなんとか。134キロのアンダースロー。超やだこういうの。球速が遅いっていうのが本当ね。完全に外れた。緩急持ちか。しかも投球はこれから3球目。もうわずかながら外れています。カウントは2ボール1ストライク。投げた。危ない球。ちょっと第5球。あ、これは5球目ストライク。うわ、際どめっちゃ際どい。次は6球目。めっちゃ攻めてきたな。投げました。よし、まずは塁に出よう。 OKOKOK。 いいバッティングを見せました。鈴木さん頼みます。おお、いいね。取ったけど、あ、俺変わってか。炎上したな。誰落としました。さて本日のヒーローはこの先。本当に今日は大活躍でした。ご来店。これはライオンズの方の成績を見ればいいのかな。エルドレッドさんが7回ソロ、今村さんが打たれたのか。あれ、そうか、今日はこっちか。1回2回3回4回で、8回に取られてるから、四球安打かで、安打3連打浴びたんだ。あー、四球をね2つ出してからの3連打が結構厳しいね。それはこれ絶対チャンスのとこ怒られるよ。ほら、併殺避けてくれてな。ほんと申し訳ないっす。いや、ファン減るよそれは。あいつマジ何やってんだよって。そして11月、やっぱね、寝よう。こういうのはちゃんとね、疲れを取って試合に臨もう。今日は新井さんが出てるね。4番が丸さんですね。スターティングオーダー考えるのも大変だろうな、監督。みんな強いからね、広島は。調子が落ちるとすぐレギュラー落ちしそう。の立ち上がり、先頭バッターは金子。投げました。打ったいい当たりだ。待って、大丈夫。噛みました。いつも体勢悪いよね、こう取るとき。左バッターボクサーには源田。打った、ショート正面、一塁送球アウト。ちょっと上に送球がそれたけど、バッターは3番。まあ大丈夫か。送球はね、確かいいはず。鈴木、落下点に入った。取ってこれで3アウト。オッケーオッケー。矢蓋、この回きっちりと3人で抑えています。0点か。2回の表、これからライオンズの攻撃。木山がね、マジやばいんだよね、本当に。引っ張った。大丈夫か。とりあえずは抑えたね。うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。打ちました、ショート正面。ショートから一塁送球。いや、内野とか本当守りたくないわこれ。ランナーありません。あー出た、ちょっとフォアボール病が。外れてフォアボール。やぶた、ストレートのフォアボールを与えます。投球はこれから6球目。走ってきたね。2回の表が終わって、さて俺からか。とりあえず先制打を打っておきたい。これからカープの攻撃に入ります。立ち上がりが遅いのか。スロースターター。第2球、あー、これは入るね。ああいうギリギリのね、変化球を投げられるともう無理なんだよね。これは出るでしょ。でも1球外した。ボール、カウント1ボール2ストライク。投げた、アウトコース高め、ストレートは外れてもこれは外れます。カウントは2ボール2ストライク。これは、うお、キーワードい、マジキーワードい。3回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。バッターはバントの名手。打ちました、ショート右の当たり。オッケーオッケーオッケー。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー戸上。初球から打ってった。ファーストの強打、スマット上がっている。余裕があります。取りました。
これで2アウトランナーありません。打順は1番に帰って金子第一見逃しの三振、最後は見逃し三振に仕留めました。ヒットは打たれてないのかまだよ。1点取った。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは源田、最初のバッターボックス。これは取れない、無理か。あれ今ちょっとボール見失った、もしかして。ボールは中継、源田、危ない、三塁打になるとこだった。カープ同点のピンチを迎えます。これで無理かってなってちょっと見失ったね。そんなんあるんだ。3番浅村、カープ一打同点のピンチを迎えています。源田とか足速いんだった。そういえば見逃し三振、バッターは4番秋山。来た、ここで秋山か。まあしょうがない。バッターは5番メヒア。ちょっとまたボールが先行してるね。大丈夫か本当に。これで、でまたボール2つよ。打った、痛烈な当たり。これはでも取った、三塁ランナーのタッチアップはどうだ。おお、これで2アウト、ランナーはフルベース変わりません。次は4球目、投げた、打った、セカンド正面。よし、オッケー、スリーアウトチェンジ。危なかったね。投げ方がいいよね、かっこよすぎるよ本当に。ほいっ、さてリードで迎える4回です。ここはつなげたい、最低でもつなげたい。第9投げた。全然ダメだ。初球打ち掴みました、丸飛び出している、アウト。飛び出してたの。2アウトランナーなくなりました。それは俺のせいじゃないでしょう。5回の表1点を追いかけます。ライオンズの攻撃、打ちました、ファースト右横のフライになりました。ファースト落下点に入りました。いやちょっと日本シリーズ入ってからの後半の成績が良くないね。最初にねホームラン打てたのは良かったんだけど、打順をトップに帰って金子、ホームに来て全然打てない。流し打ち、どうだ。これはまた打ったバッターは大変だな。ランナー二塁でストップ、マルさんもまたこんな球かよみたいな。先ほどツーベースを放っている源田、打った、これはでもお願いします、取れるよね。レフト前に出ると思いました。これで3アウト。カープこの回ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッターは浅村。なぜこうもボールが続くんだ。ストレートのフォアボール。いや第4球を投げました、これは外れてフォアボール。破った、このさフォアボールからの失点が多いんだよね。投げました、変化球、よし、とりあえずワンアウト。アウトコースの変化球でスイング。第4球を投げました、あっと引っ掛けた、インフィールドフライ取りました。これで2アウト、ランナー。さああと1つだけども、またボールが投げました、打ちました、続いて。でもこれは大丈夫、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。よかった、なんかもうこういうの俺のところ来たら本当嫌だからね。カープこの回ノーアウト1塁2塁のピン。よしよしよし、チャーンス。せめて犠牲フライと言いつつ打てないんだよな最近。スローカーブはやだね。さあ次の投球、いやーちょっと際どい、アウトコース低め、バッターよく見ました。カウントはワンボールワンストライクです。スローカーブ、追い込まれてしまった。第4球を投げた、これはおー怖い、カウントはツーボールツーストライク。こんなにスローカーブ投げてくる。第5球投げた、待ってライトへ上がって、これは犠牲フライになる。犠牲フライだね、もうしょうがない。これは追加点を取っただけでよしとしよう。カープリードを3点に広げます、3対0。まあね、うまくスローカーブを持っていけたからいいでしょう。ここはやっぱりね、勝利が第一よ日本シリーズは。終盤戦に突入します。バッターバントの名手炭谷、今日変化球空振り三振、まずは先頭バッター三振に仕留めました。第4球を7回で終わりかな、スタミナ的に。2者連続三振、バッターはトップに帰って金子、次は4球目投げた、流し打ち、これも OK。 1送球、阿部軽快な守備を見せました、3アウトチェンジ。薮田三者凡退に抑えています。薮田のところであれまだ投げてた。ライオンズこの回は2番からの攻打者、ルイが出てればね多分代打が送られたかもしれないけど。インコース空振り三振、右バッターボックス、いやもう限界だよ。投げた、打ちました、ショート左横のフライになりました。これでちょっと変えるべきだよやっぱり。これで2アウト。うおー秋山相手に恐怖の核弾頭、無理だよ。シンカー外れた、フォアボール、カーピッチャー交代です。リリーフ岡田さん、5番バッターは5番メヒア、これが4度目のバッターボックス。打った、強い、これはどうだ。よしよしよし、危ない、ランナー1塁に残塁です。
リリーフ陣がたまに踏ん張れないからね。バッター獅子のタイムリー、空振り三振、バッターアウト。まずは先頭バッターを三振に打ちました。セカンド左の打球アウト。これで2アウト、ランナーありません。代打は渡辺。スタンドからは大きな声援が上がっています。初球よしよしよし、これも取れるでしょう。中崎取ってアウト、試合終了。なんだかんだで0点に抑えたからね。さあ本日のヒーローは2名。割と危ないとこもあったけど、本当に今日は2人とも顔がすげえ似てんな。目の作りがほとんど一緒だな。勝ちました。実況担当は堂前秀夫で、あと1勝だよね。あー、菊池さんソロ打ってくれたんだ。うん、あそこは打ってほしかった。もう怒られてばっかだな。6回の犠打は良かったんだかな。すいません。これもファン減るの、ひどくないか。これはね、ぜひホームで決めたいね。じゃあどうする？ちょ、最近あれだからな、お出かけしてちょっと調子を取り戻そう。焼肉だな。ちょっと焼肉食って英気を養おう。なんでさ、これ焼肉屋の格好じゃねえだろ。5万円の焼肉とかめちゃ高えな。食べる体質がほんのりパワー型になった。焼肉屋のレベルが上がったってさ、それもまたすごいよね。回復の経験値とかそんなの上がるんだ。回復丸って俺持ってたっけ。もはや何の特殊能力を持ってたんだか忘れてしまったけど、ここ取りたいね。優勝を決めたいよ。果たして今日日本一が決まるのでしょうか。マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対埼玉西武ライオンズ、日本シリーズ第5戦の模様をお送りいたします。カープの先発は右のエーゲンズ、対するライオンズの先発は右のウルフ。この両投手の先発が発表されています。名前がかっこよすぎでしょ。まずは1回の表、先頭バッターは金子。ライオンズ打線本当怖いからね。ああ、いきなりだよやっぱり。もう金子ナイスバッティングです。ケンタとかも1、2本の足の速さが半端ないからな。フラフラっと上がった、掴みました。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。打ちました、いい当たり。ああ、待って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 、打点入った入った、オッケー。見えなすぎなんだよ本当に。ランナーは1塁変わりません。で、秋山でしょ。打ちました、ショート正面。よーし、オッケー。2塁アウト、スリーアウト、チェンジ。カープまずはゼロに抑えました。お、1点、ヒット1本ってことはホームラン打ったのか。カープ追加点のチャンス。俺も続くぜ。第9、今日は完全に打ち崩す。初球打った上がったな、普通に取って、これでスリーアウト、チェンジ。1回が終了しまして1対0。2回の表、これから誰が打ったのかちょっと見たいけど、この回の多分あれだよね、スコアあたりから見れるよね。投げました、ボール、外角低め、カウントワンボールツーストライク。投げました、打った、いい当たりだ。あー、これはちょっと無理っす、取れないっす。クリーンヒットです。メヒア、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトからね、ちょっと塁に出られるとやっぱり厳しいんだよね。バッターは7番栗山、投げた。なんとか下位打線で抑えてもらいたい。2者連続三振になりました。打った。おーっと、これはフライだ。レフトバックしていった。取りました。これで3アウト。2回の表が終わって1対0。かライオンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。これは抑えたい。1、2塁歓迎、1塁へ送る。ヘイゲンズ取ってアウト。打順は1番に。ベースカバーにさ、投げるタイミングもさ、まカットボール、間違えるとさ、あれだよね、飛んでっちゃうね、ボールが間に合わなかったみたいな。投げんの早すぎだよって言われそう。よしよしよし、今日は順調だね。リードで迎える3回です。第1打席はレフトフライに倒れています。初球ツーシーム、ここはよく選びました。カチューン持ちか、ウルフ。これは打てない最近マジで打てない。
試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは浅野。俺にお祭り男は無理だな。バッター恐怖の角度、むしろこういうところになると最初のバッターボックスは打ちました。調子が下がる。前進取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番メヒア。これが2度目のバッターボックス。3ボールから2シーム、フォアボールか。まあただもう2アウトだからね。獅子の大砲中村打った。強烈よし、 OK。 3アウトチェンジ。一塁ランナーメヒア残塁に終わりました。5回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターは栗山。強打、おーい、これはデッドボール。第4球を投げた。145キロ直球、空振り三振。バッターはピッチャーウルフ。第1球きっちり送ってくるか。初球送りバント、ピッチャーの右へ転がした。アウト。ランナー二塁に進みました。で金子か。二塁に変わります。打ちました。よしよしよし、これもフライだね。掴んでこれで3アウトになります。二塁ランナー栗山で、こっちは1番からか。おお、回ってくるね。今日打つね。カーリードで迎える5回です。俺は打てないけど、ヒットフライとセカンドフライ。ヒットか。第2球投げた。うん、ナックルカーブちょっと厄介だな。ナックルカーブ厄介だね。5っていうのが投げた。ボール。おお、慎重に攻めてきます。ストレートだったらストライクに入ってたね。ツーシームでちょっと落ちたから完全に外れた。ボール。ボールになったけど。ボール1ストライクです。第5球投げました。アウトコースか。ストライク。第6球を投げました。これはうお、際どい。ほんと際どいよ。外角低めいっぱい。申し訳ない。本当にゲームはこれから後半6回に入ります。全然打線で活躍できない。阿部ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。第2球投げました。ヒット1本落ちたいな。あー抜けちゃった。ライナー破っていった。浅村ナイスバッティングです。ここで恐怖の核弾と秋山か。今日はカットボール外れてフォアボール。さあここは守りの投げました。打ちました。いい当たり。大丈夫ゲッツ。オーケーオーケーオーケー。アウト。お見事。ダブルプレイ。3アウトチェンジ。6回の表が終わって4対0カープ4点リードは変わりません。まあでもね、4点もリードしてるからね。5点リードに変わってるし俺以外ほんとみんな打ってるな。獅子の大砲中村。今日は三振。空振り三振。次の試合とかあったら俺外されるんじゃないか。奥井と交代だみたいな。今日は三振とデッドボール打ちました。フラフラっと上がった打球はショートフライ。ショートを掴みました。パワーって今どっちの方かな。奥井の方がパワーありそうだよね。だいぶ強くなったかな奥井。あ、これ大丈夫。センター前進取ってこれ。これして守備でもミスったらさ、マジで交代もんだかんね。ヘーゲンズ三者凡退無得点に。よし第4打席。マジでなんとか1本打ちたいんだけど。ここまで3打数ノーヒット1三振。第2球これはだって絶対ボールでしょ。投球はこれから3球目。ほらどうだ。いや切れるか。打球はそのままてかさ普通にアウトだし。マジで金子ってあれなんだ、両打ちなんだ。スイッチヒッターすごいね。プレイシア、プレイシアこの前踏ん張れなかったかな。さあ6球目投げた。見逃しの三振。打順はトップに帰って金子。第2球投げた。打った。ショート右横のフライになりました。ショート取りました。今日は大丈夫だね。これはさすがに。左バッターボックスは源田。今日打ちました。初球打ち。俺の力なんて。おお今って俺カバー入った方が良かった。ランナー一気に三塁。三塁まで進まれちゃってるよ。バッターランナー三塁ストップ。源田スリーベースヒット。さあバッテリー、サードランナー。やはりプレイシアちょっと俺の中ではあれだな。あーこれ遠いね。内野安打になっちゃうじゃん。危ねえ。スリーアウトチェンジ。ランナー三塁に残塁です。さあこの回を抑えればいよいよ優勝ということになります。直球秋山はね怖いからね。本当にノーアウトのランナーを出しました。打ちました。セカンドゴロ。ゲッツーになるか。セカンドフォースアウト。今日こいつさ2個目のゲッツーじゃん。2アウトランナーなくなりました。投げた。打った。いい当たりだ。いったか。これはこれはレフト。レフト掴みました。試合終了です。試合終了。カープ、いやーなんとか勝ったよ。全く活躍できなかったな俺。いやでも1本打ったからねホームラン。ここ地元広島で最高の瞬間。広島に戻ってきて全然活躍できない。今日は願いがこの
マツダスタジアムで結実しました。拍手と喝采の中、選手たちがファンの声援に応えています。そして今日ついに日本一までたどり着きました。最高の瞬間を迎えています。日本一、33年ぶり4回目とかになってるのか。選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。日本一になりましたカープ。数々の素晴らしい采配でチームを勝利に導きました。お伝えしてまいりました日本シリーズ優勝決定戦は、カープ見事日本一の栄冠を手にしています。実況担当は堂前秀夫で、マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしました。こういう人たちいつ帰るのインタビュー終わって完全に選手たちが帰った後に観客も帰るのかな。さてじゃあちょっと成績を見ていきましょう。マルさんがソロ、エルドレッドさんも打って、成績を見ると、ああマルさんすげえな、エルドレッドも打ってるし、田中さん三塁打とか打ってんだ。いや俺全然ダメだね菊池さんも今日はちょっと調子悪かったね。ちょっと待って、これはもうよくわかんないから先へ進みましょう。これまた怒られるよ、今日怒られてばっかだよ次とかないからファンがだいぶ減ったなこの日本シリーズで悲しすぎるんだけど。見事日本一に輝いた。あ、これビールかけか。行くぜ、もうこういう時だけ盛り上がるぜ。未成年なんで参加できない、悲しいマジで悲しい。参加すらしないんだ。まあそうだよね、ビールかけでさ、ビールが口の中に入っちゃう可能性なんて大いにあるからね。帰国した外国人選手、あーペーニャさん帰っちゃった。あ、ウルフ帰っちゃったんだ。ペーニャ選手が帰国したこいつさ、ニュース見るまで知らなかったのっていうで、じゃあ一応契約更改まではやりますか。寝よう、クリアスもこういう時は。で、まあ、一応デートするじゃん、サナちゃんと。どうしたんですか。町へ行こう。あそこの喫茶店良さそうです。素敵なコート30万。まあいいよ、買ってあげよう、30万くらい。30万のコートとかどんなコートなの。また今度と。シーズンが終わったからといって気を抜くなよ。そうだな、良かった点悪かった点。タイピンはかなり上がったか。勝ち運、回復がかなり下がった。回復って何どうやったら上がるのそもそも。逃げ玉、あ、タイピン A になった。本日はお集まりいただきありがとうございます。新人王かな、本塁打王、打点王、 MVP、 新人王、最優秀選手、ベストナイン。いやすげえなこいつ半端ねえぞ。ファイターズの岡さん、こういうとこで知り合うんだね、ファンめっちゃ増えたわ。よかった、日本シリーズでファンがねかなり減ったかんねで秋のキャンプと。何を鍛えたいんだ。急速だねやっぱり。スペシャルメニューを用意してくれるんだ。契約更改、俺今いくら、1100万か。1億とかまあね、めちゃ活躍したからね、まあ、そりゃそうだろう。まあ、一応交渉はしましょう。これはさ、いっぱいあるよね。だってちょっとね、日本シリーズ関係はちょっと無理だからね。日本シリーズ関係とかあんの。自分の成績をちょっと
把握してなかったな。まあ本塁打とかね、まあ、査定に入れないわけないよね普通に考えて。やっぱ忘れてそうなやつだよね。対左とかわかんねえかんな。併殺とか俺結構多い気がするんだけど、むしろリーグ優勝に貢献した、リーグ優勝には貢献したよね。何みたいなどういう査定なんだろう。試合数は16、1500万。こんなさポーンって決まるんだ。もういいや、増額したから。休息にしておきましょう。あ、ミッションね、そういうのもあったね。ドクター K の投球術、三振を奪えってことね。エースと呼ばれるもの、計算できる投手、これ無理だな144投球回登板する、よくわかんねえわ、まあ、とりあえずドクター K だな。これでさ、なんかさ、ドクター K とかになったらいいんだけどね。いやー、めちゃくちゃ上がったわ10倍なんだけど。でもさ、この年さ1100万円でさこんだけ活躍したんだからさ、超お買い得だったよね。ドクター K と呼ばれるほど期待されている。まあ、本職はピッチャーだからね、一応。まあ、2年目ということですけれども、3ヶ月分の給料が一気に振り込まれた。ファン感謝デー、サインして。6月あたりから1軍に合流したのかな。防御率とかすごいな、3勝3勝3勝。あー、8月とか2敗したんだ。こっちは打率だね。新人選手、ほうほうほう、割と入れてきたね。同じポジション、同じポジションってどっちピッチャーってこと、外野ってこと。優勝旅行ってどこ行くの。なんかハワイだかグアムっぽい感じだけど。ああ、新井選手ね、引退しちゃったね。あ、福浦さんもいたんだ。自由契約、わからん。メッセンジャーとか自由契約になってんだけど。でもすげえいっぱいいるなソフトバンク松坂投手とか、悲しいね。一応ね、俺も松坂世代だからね、松坂選手がちょっとこういう風に報道されると悲しい気持ちになりますね。あー、涌井ソフトバンク行ったか。新井選手が引退した。まあ確かにこれは寂しいね。めっちゃ頑張ってくれたかんね。少し話があるんだが、よく来てくれたよな、新井さんが。こんなやつのために。いや、カツを入れてもらった。マジで頑張んないとね。これ誰誘えんだっけ。全然知り合いが分からん。あ、菊池さん誘う。守備教えてください、マジでむしろカツを入れてもらった方がいいよね。お前の守備はなんだみたいな。あ、鈴木さんもじゃあ練習しよう。超豪華だな。奥井誘うか。じゃあしょうがねえから。
俺が菊池さんと鈴木さんを呼んであげたんだぞ、奥井。感謝しろよ。こんな豪華なメンバーで練習できるなんて。うん、やろう。まだまだ若いからね。本気で行こう、本気で。上位ランク。こういうのってさ、マラソン大会とかって別に野球選手とかも参加していいんだよね。 See you next season。 菊池さん、鈴木さん、奥井と合同自主練。もうお前はね、いろいろなね、動きを見た方がいいよ。もう菊池さんと鈴木さん、書き出しますか。別に書き出さなくていいでしょう。はい、というところで、じゃあ無事ね、広島を日本一にすることができましたので、まあマイライフの方はね、ずっとこのまま永遠にできるんですけども、まあ、とりあえず、目標の日本一に到達しましたので、2017のマイライフはこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。